皆さんこんにちは、渡辺くるみじです。では今回はギレンでワークシーズの脅威 V レベル将軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回からティターンズとの戦いになっているんですが、宇宙と地上、それぞれで戦いが激化しているという状況です。そんな中ではありますが、まず宇宙の方なんですけども、なんとかルナ2とサイド6、これの制圧ができたので、グリプスを包囲するために部隊はですね、宇宙の2、この領域に部隊を集結させたいと思います。そして地上がね、一進一退の攻防続いてるんですけども、ここに関しては前回北京とマドラス、これを奪取しましたので、今回はまずベルファストですね、ここを奪取して、さらに周辺地域、ここのね制圧を行っていきたいと思います。ポイントになるのがオーストラリアと、あとはキャリフォルニア、このあたりをね今回取れればいいかなというふうに思っています。では部隊、移動させていきたいと思います。ではベルファストの攻略戦です。ここも無難にというか確実にというか、敵を撃破してですね、まずは一つ拠点の確保とやっていきたいと思います。主力になっているのはやはりパイアランなんですけども、パイロットは白ですね。もうランク S まで上がってます。耐久17っていうのは前衛で戦ってもらうにはとても嬉しい数字ですね。バイアランなんで、できれば格闘がもうちょっと強かったりするとさらに完璧かなというところです。ベルファスト基地ですね、最後はバイアランで仕留めましょう。これで制圧完了です。サイド2の二の舞はごめんだ。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。さあトリントン基地ですね、敵エリアに侵入しました。圧倒的な敵の部隊がいる中、入っていく理由なんですけども、まずはやっぱり敵の生産を止めたい、これが一番の理由ですね。なのでバイアランで陣取って敵の生産を止めます。で、後続の部隊が入ってくるので、なんとかね、持ちこたえようと。そういう作戦になります。ここは、前回の戦いでも大活躍してくれた、クワトロ、シャアですね。ロベルト・アポリというところになってます。強烈な波動はギャフラには砲が乗ってましたね。格闘できない状態なのですが、ここは確実に砲を撃墜できましたね。さすがクワトロ。蛇が頭の中でのた打ち回ってる。気持ち悪い。では改めてトリントン基地ですね、クワトロ、アポリ、ロベルトが敵の生産を止めておいてくれたので、敵の戦力が停滞しているその間に味方は増援を出して一気にいい部隊をね潰しにかかりたいと思います。ここクワトロ機ですね、ちょっと敵の集中攻撃を受けるのでダメージが蓄積してしまうかなという感じはします。で、ロベルト・アポリーに関してはリック・ディアスに乗ってもらったんですけど、スレッガーさんとともにこのリック・ディアスはあっという間にやられてしまいそうですね。迷いは自分を殺すことになる。やってみせるぞ。ロベルトが敵を引きつけてくれてる間にこちらではクワトロ隊で敵を削っていきましょう。ある意味原作に近い形ですね。さあロベルト持ちこたえられるか。持ちこたえられない。残念ながらロベルトは原作に近い形でやられてしまいましたね。リクディアスは量産機としても使いやすい機体になっているので、この後はですね、リクディアスをうまく前線に使いながら戦っていけたらいいのかなというところですね。
はい、これで大部隊が集結していたトリントン基地、これの制圧が完了しています。まあ、なかなか苦戦はしましたけど、新しい機体リクリアスもね、うまく機能してくれましたね。モビルスーツの開発状況なんですけども、エアポリーはですね、シュトゥルムディアスに乗ってもらってます。まあ、だいぶ火力も上がって強くなったなというのがこのシュトゥルムディアスですね。で、リックディアス、後期生産型にはロベルトが乗ってもらってます。まあ、アポリーとロベルトはおなじみのリックディアスというところですね。あとはリックディアス回も開発完了してますので、これも使っていきましょう。はい、ではキャリフォルニアに攻略戦仕掛けていきましょう。連邦74ユニット、キターンズ37、まあ、圧倒的に戦力整えることができてますので、まあ、確実に少ないターンで撃破していきたいと思います。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ここはシロッコとホーですね。シロッコは未だにメサラに乗ってもらってます。ホーはこちらも未だにギャプランですね。まあ、どうしてもこのアメリカ大陸横断ルートでニューヨークからキャリフォルニアに主力を送っているので、ロッキー山脈越えるのがね、ちょっと辛いですね。はい、これでキャリフォルニアも攻略完了になります。操縦の仕方ぐらい勉強しておけ。レビル将軍、ティターンズの戦力は低下し、グリプス2以外の全拠点の制圧、これができたので、いよいよグリプス2の攻略作戦が提案されてますね。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？はい、開発レベルなんですが28まで来てます。まあ、もうちょっとレベルを上げつつですね、この後は地上に散らばっている部隊のうち宇宙に上げるものは宇宙に上げる、各拠点に入るものは各拠点に入るという、まあ、戦力の再配置を行って、いよいよグリプス2の攻略を行っていきたいと思います。